はい、皆さんこんにちは。大橋デッサン研究所の大橋です。初心者デッサン講座のね、今回は、人工物を描こうということでね、このガラスの、コップですね。まあシンプルなガラスのコップですね。これ100円ショップでね、先ほど買ってきたんですけど、ちょっとそこの厚みが厚いね。まあ割とこんなの100円ショップとかでよく売ってますよね。すごくシンプルな感じの、あんまり装飾のないタイプの、ガラスで、ちょっと基本的なね、ガラスの描き方というかガラスの特徴だとか、あと円柱ですね。いよいよ今回初めてね、幾何形態の、解説動画を出しますけど、円柱の捉え方をどうやってやったらね、うまくいくかっていうのを説明しながら、描いていきたいと。そんなわけでね。まあ皆さんも、まあなんかこれ同じじゃなくていいんですけど、なんとなくこんなようなね、まあシンプルなコップがいいと思うんですけど、それをね、準備して、同じようにね、まあ毎回そうですけど、またね、動画と一緒にこう、もう動画流しながら書いちゃってもいいんでね、見よう見まねでまたやってみてください。うん。なので、初めてね、急にこの動画を見てる方は、何のことやらわからないと思いますけど、この解説動画はですね、ノーカットのね、無編集で、全て撮影してますので、えらいね、バカみたいに長い動画になってます。なんで、ちょっと長いですので、そこの辺のところね、ご了承いただいて見ていってください。台本もね、特にね、全く準備してないので、どれぐらいの長さになるかも考えてやってませんので、説明もどうなるかわからないですけど、即興でね、やってますので、その辺のところね、ちょっと温かい目で見守っていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい。それではね、早速じゃあね、書いていきましょう。うん。毎回ね、ちょっとこれ何枚目かね、やってくれてる人は、毎回そうですね、同じ感じで、つまんで持ってください。で、とりあえず、B でやりますね。鉛筆は B でやります。はい。そうね、鉛筆の説明をするの忘れないようにしないとね、いけないですよね。うん。でね、こんな感じですね。まあ、コップこれぐらいですよね。うん。で、コップ持ちますよね、こうやってね。持つとこのぐらいです。なんで、これをね、持つとこれぐらいだな、みたいな感じでね。こう向こうから持ってくる感じで、あ、これぐらいだなって感じでね、図形を描くんじゃなくて、もう持ってきちゃうみたいな感じです。そうやってやるとね、サイズ感がだいたいこれぐらいだなってね、握ったらまあこれぐらいだなっていうサイズ感を、ちょっとね、手でこう確認しながら、こんな感じですよね。あと、まあ、画面の真ん中辺ぐらいに入れればいいですよね。画面の真ん中ぐらいに、入れるから、だいたいこの辺に入れればいいかなっていうふうにね。うん。で、ちょっと僕のね、今回のコップはちょっと縦長なので、少し縦長になるように、まあこれぐらいで入れればいいでしょうかね。もうちょっと上に出しておきましょうか。ちょっとね、カメラアングルもあるんでね、ちょっと上にやった方がカメラの収まりが良さそうなんで、ちょっと上に上げますね。うん、でね、毎回やってますけど、まあ、適当にね、まあ、大体こんな感じだって緊張しないようにね、してください。僕も今ね、これ撮影しながらやってるんで結構緊張するんですけどね。緊張しながらやるとね、うまくいかないんでね。緊張しないで、まあちょっとこんな感じですね。ちょっと少しでかいかなぐらいでいいですよ。まあ実際でかくなっちゃっても構わないんでね、少しぐらいね。ちょっとでかいかなっていうぐらいで、うん。まあちょっと一回り大きく描くイメージですね。実物大ぐらいで描こうとするとね、間違えちゃうんでね。うん。まあこんな感じですよ。全然合ってないですけどね。うん。これでサイズが、まあちょっとまあ本物にちょっと太いですよね。ちょっとでかく書いてあります。まあでもまあこれぐらいで、まあ少し大きめでもまあいいかなって感じですね。少し大きめにやっといて、まあ後でね、ちょっとまあ少し削るかなぐらいな感じにやっていけばいいですよね。うん。こんな感じでね、最初のあたりをね、入れて、まず構図をあんまりこう右行っちゃったり左行っちゃったりしないようにして、まあもうど真ん中でいいですね、今日なんかね。うん、ど真ん中で。入れてあげて、で今みたいにこうひょうひょうひょうっとね、ちょっと薄くね、こうつまんで持ってね、シャッ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 とこうね、サッサッサッって感じでね、楕円とかね、まあ後で説明しますけど、まだ大体合ってなくていいですから、大体この縦横比が縦の方がちょっと長いとか、握った感じがこれぐらいだっていうのをちょっと分厚くというか、少し全体をね、少し大きめにね、描く感じで、まあこれぐらいの感じだなっていう感じでね、ちっちゃくならないように気をつけるのと、あとまあできるだけ薄く描いてください。これぐらいのね、ちょっとアップにしますね。これぐらいの薄い線にして、
もうこうよく見ないと見えないぐらいの感じですよね、うん、まあ、話しちゃうともう何やってんだかよく分かんないぐらいの感じの、薄い感じです、うん、まあ、今これ鉛筆がこう置きますけどね、うん、鉛筆の濃い感じと比べると分かるでしょう。これぐらい薄い感じです、うん、はい、うん、そしたらね、ここで、今日は、人工物の、ね、円柱形態なんで完全に左右対称を取らないといけないんですよ。なんで、左右対称を、作っていきますね、うん、まずね、ここの、全長から真っ二つに割る感じで中心線を引いていきます、うん、でちょっと今ね、持ち方が大事なんでこんな感じで持ってってください。つまんで長く持つ感じですね。でちょっと今日はね、あの線が難しいというか、慣れちゃえば簡単なんですけど、ちょっとね、手つきが難しいんで、初めての方はなかなかこれね、できないんですけど、ちょっと手つきをね、覚えておいてください。でね、まっすぐね、うん。で、これね、定規で引けばいいんじゃないかっていう話があるんだけど、定規で引くとね、あの絵が硬くなってしまいますんでね、あの定規で引かないでください、うん。あの、フリーハンドの方がいいですのでね。うん、でね、こんな感じでちょっとこれ突きっちゃってください。ここね、うん、わかりますか、ここね突きっちゃって、うん、ここも突きっちゃってください、うん、でまっすぐね、うん、こんな感じでまっすぐいいかなって感じ、うん、でね、まっすぐを描くときのコツは、この線ありますよね、紙のこの線ね、これが垂直の線なんで、画面上のね、なんでこれに平行に引くようにしてください、うん、これに平行に引くようにね。でね、ここでね、またね、こうやってここでね、鉛筆とかでこう測ったりする人とかいるんだけど、それはやめてください。あの目で測ってください。目で測って、まあ、この角度とこの角度が平行来てるかなっていうのを合わせる感じで、こうなっちゃったらこう今右倒れてますよね。こうなったら左倒れてる。だいたいこれでぴったりぐらいかなっていうのを見ながらね。だからこれを見ながらこの線引くみたいな感じです。うん、頑張ってやってみてね、うん、でこれがね、中心軸になるんで、今日はコップなんでね、これをまっすぐ立てないと、まあ、機械抜きのコップなんで、人工物ですからね、工業製品なんで、これを思いっきりまっすぐね、今僕はちょっと今わかるかな、今ね、ちょっとピントが合わないかな、あれ、ピントがうまく合わない、よいしょ、あら、ちょっとこれぐらいですかね、ちょっとわかるかな、これでいいかな、すいませんね、ピントが合わなくて、今ね、僕は左に1ミリぐらいずれてたんで右に戻しました。これね、ちょっと右にこうやって足す感じ、もうほんのちょっとこれもうちょい右だなと思ったら、こうやって右にもう1ミリとかっていう世界です。これをね、もうちょっとこうだなって感じね、うん、ただね、少しこう回して消しちゃったりしてもいいですから、少しね、あのちょうどいい位置に、あのこの時点では回して構わないです。あのやりやすいようにね、画面を基本的にね、画面は回さないようにしてくださいね。ただ今日は人工物で、まあ、これまっすぐ引けばいいだけなんで、まあ、まっすぐはその感じかなり精密に引きたいんでね、これをです。でね、これをね、焦ってね、曲がってんのに進めると後でヨレヨレのコップができちゃいますんで、これをね、気をつけておいてください、うん、ちょっと微調節していきますね、うん、もう1ミリないくらいの直しですよ。なんで、ね、意外とね、そんなのできんのかなと思うかもしれないけどね、結構できますよ、うん、あのね、あの見抜けるのね、あ、もうここなんかちょっとヨレっとなっちゃってんなとかあったら、こうちょっと削ってね。で、今さっき持ち方が大事だって言ってましたけど、ここを持つとできないです。もう絶対できないね、これね。これでまっすぐな線引くのね、あのかなり難しいです。なっちゃうんで、結構ね、長く持ってね、ここを外しておく感じですね、ここね。ここがちょっと動く感じです。おっぽのここがね、うん。ここを乗っけて、ここをくっつけちゃうと、あの固まっちゃうんで、結構難しくなっちゃうんで、ここをね、浮かしとくぐらいの感じで。うん、あと短い鉛筆は使わないでくださいね、うん、こんな感じです。ちょっとあとね、まあ、ここはもう見よう見まねです。手の動きを覚えておいてください。こんな感じでシャッ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 ってね、この音とかね、手の動きですよね、あれぐらいのスピードでシャッ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 って、ちょっとここは見よう見まねなんで、今ね、もうやってみてね、あ、こうやってこれぐらいでいいなって感じで、ね、シャッシャッシャッってまっすぐ引きましたかね、うん、結構ね、できるでしょ。時間かかるかもしれないですけど、ゆっくりやるのと、あと、まあ、これもあんまり濃くしないことですよね。まあ、これよりちょっと濃くていいんだけど、あんまり濃くしすぎないようにしてください。あんまり濃い線でギュッと引かないようにね。要するに力を入れないことが大事ですね。絵の話でも、上げときましたけど、力を入れないことです。ギュッとやっちゃわないってことね。うん、つまんで持って、シュッ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 って、これを、この線見ながら、平行になるように引く感じ。うん、
はい、また長くなっちゃいそうですね。そしたらね、これで、左右対称になるように、今ちょっとわざとでかく書いといたんでね、少し短く、ここの横の線を書きますね。で、僕のコップはね、ほとんど垂直なんだけど、ちょっとだけ内にか入った形をしてるんで、少し内にかけながら、ほとんどまっすぐなんですけどね、ちょっと内にかけながら、この線を少し縮めて決めてみますね。こんな感じです。これぐらいね。ただこれと、要するにこの長さとこの長さをぴったんこで同じになるようにしてください。これもね、なんかこうやって測ったりしないでね、何か物を使って測ったりしないでください。これと見て、この長さとこの長さを合わせるってことね。これが大事なことです。道具に頼らないことね。自分の目が一番正確ですから、自分の目、道具よりね、目の方がね、性能がいいんでね、目を信じてください。道具を信じたりしないことね。自分の、目を信じてください。目の方が、優秀なんでね、自分の体を信じるってことですよね。体の能力をね、身体能力を信じて書いていくってことが大事です。でね、これもね、突っ切っちゃう感じで書いてください、これもまあここから楕円が始まるんですけど、ちょっとこう、見えるかな、ここから多分楕円がね、こんな感じで始まってくると思うんですけど、突っ切っちゃっていいですよ、これをね。こっちでやろうと思うと、ここをね、曲げちゃったりするんで、ね、ここにまっすぐ突っ切っちゃって、それからカットしていく感じですね、こんな感じです、で、まあ大体いいですかね、これぐらいかな、ちょっと内にかけすぎてるかな、そうですね、ちょっと内掛かりが弱いんで、こっちを少し右に出して、ちょっと右倒しに曲げますね、こっちね、これもね、線の隣に線をくっつけて書くぐらいのね、今そのこの構図だと、これ遠くだと分かんないですよね、こんな直しです、これじゃなくてこれみたいな話ね、もう本当に1ミリないぐらいの話です。これをね、まあなかなかね、時間かかると思うんですけど、時間かかっていいんでね、ゆっくりゆっくり、今度これぐらいだなって、今ちょっと内にかけますね、少しちょっと内側につぼまる、少しこういうふうにつぼまるコップなんで、このコップがね、若干ですけどね、ほとんど垂直なコップですけどね、こういうふうにちょっと今内側のかけ具合を、このハの字ぐらいですよね、これが左右対称にしないといけないんで、こっちはかかってるのに、これまっすぐだとおかしくなっちゃうんで、こっちの、V 字ぐらいに対してこっちの合わせる感じです。皆さんのも、それぞれね、コップ違うと思いますけど、こうなってたらね、垂直のコップの人は、垂直で、大体垂直でいいんですけど、外に絶対開かないようにしてください。ちょっとね、内にかかっちゃう。垂直のコップでも少し内にかかりますんで、少しね、開いちゃわないってことね。開いてるコップだったりですけど、開いてるコップって多分ね、ないと思うんでね、普通のコップではね、めったにないと思うんで、基本的にはこう、コップって少し下につぼまってる形をしてるんで、飲みやすくなるようにね。なんで、ここのつぼまり具合は、それぞれでね、合わせて書いてみて、もうちょっとこう、つぼまってていいかなってね、V 字具合は、それぞれ、皆さんのコップで合わせてみてください。はい。そしたら今度はね、下の、線ですよね。下の楕円を決めていきます。下の楕円を、決めていく感じですね。こう引くとね、間違えちゃうね。鉛筆の角度をね、こっちにして、手をね、手をギュッと上げてね、右利きの人はね、こんな感じです。左利きの人はね、まあこっちから書くといいですね。ギュッとこっちに上げてね。はい。で、まあ指定の位置からだいたいこれぐらいだなっていうのをね、やってみましょう。これはまあちょっとね、適当でいいというか、まあ1回目なんで、まあだいたいこれぐらいの丸かなっていう感じですね。ちょっと楕円を引いてみる。で、この楕円の始まりの高さをね、合わせといてください。これね。この線引いちゃっても、まあ別にいいですけどね。はい、引いても引かなくてもどっちでもいいです。でね、この時点で、ね、そんなにぴったんこに合ってなくていいですからね。こんな感じです。で、下の楕円、だいたいこれぐらいの丸みかなってね、あったら、そしたらこの上の楕円をね、取っていく感じですよね。で、ここで下の楕円が決まるんで、この長さが確定できますよね。この長さがコップの、高さになるんで、まあ、これぐらいの高さでいいかなっていう感じですよね。ここら辺の映り込みの、形ですよね。それもちょっと入れてみたりして、これぐらいでいいかな。まあ、この長さ測っていけばいいですよね。この長さ、この長さ、この長さって測っていくと、まあ大体、ちょっと見えないかな。これぐらいで
ですね。この長さでちょっと映り込みのラインが入ってくるんですよ。これで幅を比べて、これよりちょっと長くて、この上にこれがあって、この上にこれがあって、ここら辺が口のとこぐらいだなって感じね。で、決めていけばいいですよね。どうですかね、これで入るかな。まあ、入るか否かをね、書いてる感じですよね。ちょっとこう中の形も拾っていって、まあ、これぐらいで虚像が入ってこうなってくるから、まあ、この辺ですよね。ここでいいかな、ちょっと長いかな、ちょっと長いかな、これぐらいかな。ですね。まあじっくりね、これぐらいかなと、まあ直しちゃえばいいんですけどね。だここからまた同じように楕円を引いてきますけども、まあここでね、まあ円柱の考え方っていうか、円柱の理屈はね、ちょっと他の人が動画上げたくさん上げてるんでね、あんまり、まあよくわからない人はね、それ見てください。まあちょっと簡単に書くと、まあコップがこうあったら、こっちからね、今こっちから見ているわけです。こっちからね、この方向から見下ろして見ているわけですよね。だからここの楕円よりもこっちの、ま、下の楕円、こっちの楕円よりもこっちの楕円を見下ろしている角度の方がちょっと強くなるわけですよね。この角度が変わるわけです。だからこの楕円よりもこの楕円の方が丸みが強くなるってことね。なんで、分かりやすく書くと、どうやればいいんだ、こういうのは、こういうコップはおかしいよってことですよね。こうなっちゃってると、こうなっちゃってると変ってことね。こう上の楕円の方が薄っぺらくて、下の楕円の方がちょっとね、大体同じなんだけど、ちょっとだけこう丸みが強い感じですよね。こうした方がこれよりね、なんか立体的に見えちゃう、置いてある感じになるでしょ。これだとちょっとこう上の楕円がこう浮き上がって見えちゃいますよね。こう斜めみたい、こう水平じゃなくて斜めみたいに見えちゃうんで、これがね、こうビヨンってこう浮き上がって見えちゃってます。これがもう水平にこっちにね、水平に行く感じになってればいいということですよね。でこれもね、やりすぎるとね、おかしくなっちゃうんでね。なんで、まあちっちゃいコップなんでほとんど同じですから、ほとんど同じで、ちょっとだけ上をね、なんとか狭く書いて、平べったい楕円を取るイメージでやってあげると、いいと思います。でちょっと1本目の基準の楕円を引いていきますね、これでね。基準の楕円をここから取ってきます。上のシルエットは良さそうですね、これでね。でね、人工物はね、左右対称が絶対なんで、左右対称を外すと一発で1ミリでも 0.1 ミリでもバレますんで、まあ、なるべくね、頑張って左右対称を、取っていくってことですよね。はいはい、こんな感じで、いいですかね。そうそう、これもね、そうね、こうやって持っちゃうと絶対いけないですから、持ち方なんですよ、全部ね、単純に持ち方ですよ。なんでこっちに持って、かなり長く持っててください。もう長く持って、この3本指でつまむイメージね。でこうね、シュッ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 と、あと手を止めないことですね。こんな感じ。で、いいかな。そんな感じですね。でまあこの線はね、あんまりまあ引いてもいいんですけど、ちょっと今説明するんで、ちょっと引きますね、これね、中心線をね、引きます。ただね、これが楕円の線なんですけど、こっちが前でこっちが後ろなんでね、こっちの方が若干大きく取りたいんですよね、こっちよりね。なんでこの長さを同じにしないで、ちょっとだけこっちを長く出します。でこれね、大きさによるんですよ、コップの大きさにね。すごくバケツとかね、大きいものを描いてるときは、これはだいぶね、前後差がすごくつきますよ。何十センチもつくけど、今コップなんでね、これとこれはほら6センチぐらいしか後ろじゃないんでね、だからあんまりこう前後差は強くつかないんで、まあ、ほんのちょっとなんだけど後ろが縮まる感じです。ただほぼ同じなんで、こうやってほぼ同じに描いちゃっていいです、最初はね。こんな感じで、もうほぼ同じ、もうこの4マスみんな同じ形になるように、こうやってほぼこの幅を揃えてください。あとこれも水平にしてください。水平で、ね、水平はこの画面の、これが水平です、画面のね、この、スケッチブックの線が水平、これに対して、同じように平行に引く感じです。これも見て書いてください。何か道具を頼りにしたりしない、最初はうまくいかなかったり曲がっちゃったりしても構わないんで、何千回直してもいいですから、道具に頼らないで
必ず、自分の身体能力をね、自分を信じた方がいいですよ。その方が最終的には自分に自信が持てますので、自分の体は絶対ですからね。絵においては体が絵を描くんで、体が一番大事でね、それを鍛えていかなきゃいけないのでね、機械が描いてるわけじゃないですからね、自分の目と手をね、最大限にね、身体能力を上げていく感じです。はい、でね、これ今大体こう同じになりましたよね。これ大体同じになったなと思ったら、ここはね、ちょっとね、手前をでかくしたいんですよね。後ろちっちゃくしたいよね。でね、この時にどっちをやったらいいかですよね。なんかちょっと後ろが起き上がってきちゃうなと思ったら、後ろを削ればいいってことです。ちょっと1ミリぐらいこう下げればいいってことね。で、なんか後ろが水平感がうまくこう後ろに水平が来てれば、来てるなって感じがしたら、逆に手前をね、下に下げちゃう感じですね。で、ちょっと下げると手前が大きくなりますよね。で、後ろが対比でちっちゃくなるんで、今、まあ同じに書いてあるんで、これをちょっとね、まあ僕の場合は今後ろが、ちょっとね、後ろはうまく決まってそうなんで、ちょっと手前をね、これ回しちゃっても構わないです。回しちゃっても構わないんで、手前を少し広く取りますね。なんか、良さそうなんでね、これをまあちょっと広く取ります。まあ、1ミリぐらいです。こんな感じです。まあ、この手順をね、慣れてね。で、これね、なかなかね、うまくできないんですよね、最初はね。なんで、うまくできないんですけど、これをね、まあ、こう、頑張ってやってみてください。まあ、水平になる感じ。あとね、ここね、ここが、ちょっとこれね、詳しくね。まあ、これ他の人もね、説明してるんで、僕がやんなくてもいいんだけど、ここがね、こう、とんがっちゃうのね、こうやってね、楕円がね、こういうふうに。こうなっちゃうんですよ。こういう感じね。こういう風になると、まあ、上から見た時にもう角張ってるみたいに見えちゃうんで、この自分の描いたコップを上から見た時に正円に見えるかどうかですよね。なんかこう、関数みたいな感じです。なんか昔 X と Y みたいなね、やりました。僕ちょっと頭が悪いんで分かんないんだけど、この関数って言うんですか？分かんない。なんか X と Y のやつありますよね。こうやってね。こう、事情になるやつね。こういう風に、こういうカーブして、こう入ってくる感じです。だん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 こうなってきて、こうなってくる感じ。なんで、ここがこう、なんていうか、こう角張っちゃったりしないようにしてあげてください。あと、こうやって後ろが大きくなっちゃったりね、しないようにしてね。書いてくる感じですね。まあ、見ればわかりますよね。なんかちょっとさ、自分のがなんか、自分のコップを冷静に見て、なんかこれじゃ上楕円おかしくないみたいな感じでなんかちょっと角張っちゃってんじゃないとかね、そこはね客観的に見て、変だったらあこれちょっととんがっちゃってるなと思ったら丸めればいいし、逆に丸まりすぎちゃってたらね、丸まりすぎちゃったらちょっともうちょっとこういうカーブで入ってくるなっていう感じだね、フィーリングでねやってみながらやっていけばやっていけばいいですよね。こんな感じですね。まあ今ちょっとこれでここまで行きましたけど、これでね要するにこの楕円とこの楕円の関係ってことですよね。でね、まあ下は良さそうなんで、まだ弱いそうですね。もうちょっとやっちゃって良さそうなんで、こっちもう一段下げますね。もう一段。まあこれぐらいかな。ちょっとね。もうちょっと上の楕円がね、上の楕円が起き上がってて良さそうなんで、これちょっとまたもう1ミリ下げますね。そうやってみればいいんでね、やってみて様子を見る感じです。これでどうですかね。これでいい感じですよね。またちょっと楕円が今下げたんで、ここのカーブが違いますよね。ちょっと要するに尖っちゃったってことね。これがね、さっき今説明したやつです。こう V 字に尖っちゃってカクッとなって見えちゃうんで、まあ、カクッとなっちゃったら、まあ、ここの位置はいいんだけど、カクッとなっちゃったらこれをもうちょっと今ね、楕円が下がったことでカーブがちょっと変わるんで、もうちょっと深い楕円にする感じですね。こっちにね、これぐらいでいいですよね。これぐらいでね、ちょっと深い楕円にして、ちょっと回しますかね。でね、なんかヨレヨレとかってなっちゃうときは短く持っちゃってるんで、長く持ってください。頑張ってね、長く持って、ちょっと付箋がプルプル震えてくると思ったら握りしめてて短く持っちゃってる証拠なんで、でね、そうするとあ、そうかそうかと、こうやったら弾けるなってね、弾けるなと思うと、もう思ったように弾けるんでね、そしたら
微妙な直しができるんですけど、これね思ったように弾けてないとね、もう直せなくなっちゃうとやる気がなくなっちゃうのね。もうなんか思ったように分かってんのに弾けないみたいになっちゃうんでね、まあちょっと苦手と得意な人と苦手な人とね、いるかもしれないですけど、こんな感じですかね。そうね、ちょっとこっちが足んないですね、これね左右対称にしないといけないんで本当に微妙な話なんでね、もうこれ1ミリないぐらいですけどね、もうちょっとこれぐらいかなって感じ。これぐらいできたんじゃないですか、ね、はい。ただちょっと基準線を一回外していきますね、でね、この中心線はね残しておいてください。ちょっとねちょっと邪魔な これですね、この水平の基準線はもういらなくなってきた、こんな感じですね。で今上の楕円決まったんで再度下の楕円をチェックして、まあだいたいこれぐらいかなっていうのね、ここから始まってこれでね、これ見ながらね、これよりちょっと見下ろした感じになるように少し深い楕円にこうです、大きい楕円にする感じですね、起きた楕円っていうかな、にする感じ。まあ大体良さそうですよね。これぐらいでいいかな。良さそうですよね。で、また要するに上やって、また下の楕円をやって、まあちょっと様子見てみる感じですよね。で、ここが最後ね、角張らないようにギュッと上がっていって、これになる感じです。で、この高さね、合わせといてください。これでこう、なんか持てそうだなとか、きれいに丸いかなって感じですね。こう持てそうか。あと持った感じがいいかね。なんか大体良さそうですよね。これで、よかったらまあこれ、はみ出してるとこは消しちゃってください。ちょっと線もね細くしていきますね。でこの中心線はねとにかくねずっと残してていいんですよ。まだまだね残しておいてください。はい、そしたら今度はねちょっとこう細かいところ入ってたんで F に変えましょうか。F にね、これ慣れてる人は最初から F でやっちゃってもいいですよ。はい、そしたら今度厚みを書いていきますね。あと中を割っていきましょうね。確定してね書いていきます。ただね、まあこれ縁を触ると分かるんですけど、ちょっとここでね縁がねガラスが厚い分ポコッちょっとだけ出てるんですよね。その出てるのを取りながらやる感じですね。ここはねまっすぐってことはねほぼないんですよ。口の周辺でちょっとガラスのね厚みが出てたりするんで、それをやっていきましょう。でね、ここからまたちょっと微調節が入るんで、こうやってちょっと練りゴムで薄くね、戻して一回薄く戻しましょうね。で絵の話のね動画でも言ってきましたけど、とにかく力をね焦って入れないことですね。もう27分になっちゃいましたね。もうすごいまた長い動画になっちゃいました。ただ確定して、いきながら、ここの厚みのところの、ちょっとほんのちょっとだけですよね。ほんのちょっと厚みが外にこう出てる感じですね。縁がちょっと縁があるってことね。分厚い縁がこうある感じです。で、厚みの線を二重線で取っていきますね。でね、これもね、ちょっとね、本物より分厚いかなぐらいでいいです。これね。この辺から取って、これを外に出して、こうですね。ちょっとだけ外に出てるんでね。本当に微妙ですけどね。ちょっとわかるかな。これぐらいですね。これぐらいです。で、この厚みをね、まずここの厚みを決めていきますね。でね、結構このグラスは、厚みのあるグラスなんでね。これをね、取っていきましょう。はい。そしたら、この線、この厚みを取って、二重線にね。で、これね、後でちょっと説明しますけど、難しいんですけどね。ここでね、交差が入ります。で、こっちに、太さを入れますね。で厚みをねちょっと作っていきますね。これぐらいでいいかな。で分かるかな、こうちょっとシュッ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 とね、音で覚えてください、音で。
こうね、ちょっと回しちゃっていいんでね、ここね、うん、でここにつなげて、まずこんな感じですね。手前の楕円を取ってあげて、うん、そしたらね、この線はね、ここの真ん中に入る感じですね。この線ね、ちょっと後で説明しますけどね、ちょっと近づけてみないと分かんないんでね、うん、これぐらいでいいかな。これで合うといいんですけどね、うん、こんな感じです、うん、でここからひっくり返って下縁に入っていきます、うん、ちょっと後でね説明しますね。とりあえず書いちゃいますね。うん、これがね、ここで交差するんですよね。ちょっとね、こうやって回していいんでね、回して、清書していく感じです、はい、うん、濃さも、手のスピードも覚えておいてください。あとね、鉛筆ですね、鉛筆ね、結構ね、いつもより尖らしておいてね、これぐらいの感じですね。ちょっときっちり尖らしておいてください、うん、結構ね、細いところの厚みを入れていくんでね、これもね、全部厚みがヨレヨレしちゃうとおかしくなっちゃうんで、まあ、今みたいにシュッ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 とね、うん、やって厚みを作っていく感じですね、うん、こんな感じです、うん、これがねちょっと難しいんですけどね、この線がこっちの一番頂点の線に入れ替わるんですよね、この線がね。でね、この後ろの線はここの裏に消えていって、ここの裏に消えていって、こっちにつながってくるわけね、うん、最終的にね。要するにここでこうねじれて、こうここ交差してこう入ってくるんですよ、うん、なんでこれをね、あの輪っかみたいに、要するにこう二重線をこうやってこう引いちゃうと、こういうふうにね、こういう輪ゴムみたいな線を引いちゃうと、なんていうかな、上の上縁にならないのね、うん、ここで、ここの交差をね、よく見ると見えるんで、ここにこっちに交差かけて、これがこう編んでこっちに返るようにしておいてください。わかります？これがね、こう交差がこう入って、これはここに消えてくるラインなんで、こっちに中に入ってきてクロスしてるのね、うん、これをね頑張って取ってあげると、いい感じになりますんで、うん、これね、うん、ちょっとね大げさめでもいいんでね、これクロスしてるよっていうのになると、余計にこうね寝てる感じになります。あとでここにまた表情がねプラスして乗ってくるんで、それをまたやっていけばいいですよね、うん、そうね、まあ、ちょっと上の楕円がおかしいですよね、まあ、ここまでやってくると分かるけど、上の楕円がちょっと甘いですね、閉じすぎですよね、悪い間違いじゃないんだけど、ちょっと閉じすぎちゃったんで、直します、うん、で直すときこれね、消しきらないようにかすかに残しておいて、これを頼りにねしていきますので、うん、さっきね下を2回足したんでね、上も足さないとやっぱりちょっとやりすぎですよね、上と下をあんまり差をかけすぎると、やりすぎになっちゃうんで、うん、そうですね、もう僕もね円柱なんか描くのもう 10年ぶりぐらいかな10年ぶりぐらいですね、10年ぶり20年ぶりぐらいかな、今円柱描いてますけど、うん、下手くそですね、すいませんね、うん、遅いしねこれね、さっさっさって描けるようになるといいですよね、うん、ね、描き慣れるとね、こればっかりやってるとすぐさっさっさってできるようになってきますんで、うんうん、まあ、こんな感じでいいですね。でこれさっき言ったように、ここの線がちょっと今上げて、ここに交差するようにして、ね、これ二重線取っといて、ここに交差して逃げるようにしておきますね、うん、でこれは上の線に入れ替わる感じです、うん、でいいですよね、はい、これぐらいでしっくりきたんじゃない、うん、いいですかね、だいたい大丈夫そうだよね、うん、でね、あと今度下のやつやりますけど、下のね厚みもね結構あるんでね、これをね薄っぺらく描きたくなっちゃうんで気をつけて、まあちょっと本物より分厚く描いてやれぐらいのね、分厚くても構わないですからね、こんなんね中の形なんかもう知らないんでね、みんなね、このコップを隣に並べて見せるわけじゃないですから、ちょっと分厚く描いてもバレないですから、うん、分厚く描いてぐらいの勢いで描いていってください。でね、ここから今これはシルエットの見える方ですけど、これね虚像になってくるんで、ちょっとよりよりね歪んできますから、綺麗に描かないようにね気をつけて。でね、これ片っ端から今これガラスの底の厚みの線がずっとこれ入ってきますよね。
こんな感じで決まってきます。うん、で、ここにね、今ポッこれこれまあいいや。うん、これね今ねあのうちのポットが置いてあるんですけど、ポットの形がここにね、うん、映ってるのをこれちょっとね、まあこれちょっと変えておきましょうか。でね、ここからね手当たり次第に割っといていいです。こうやって中の表情を、うん、厚みをね気をつけて、ここにこういう白い形が入るなとかね、ここにこうニョロニョロっていう形が入るなとか。でね、これ全部取らなくていいんで、ちょっとメインのやつだけね、取っていきましょう。でね、こうやってギニャグニャグニャグニャって、わかるかな、うん、こんな感じでね、グニャグニャしてるんで、グニャグニャしてるのを、ちょっとね、大げさに描いてください、こうグニャグニャをね。うん、これをまっすぐ描いちゃったりしないようにね、気をつけて。これがね、いっぱい出てきますんで、コップの場合はね、このグニャ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 、この水面に映ったみたいな感じのね、形ですよね。うん、これがガラスを表してくれるんで、このねギザギザしてグニャグニャしてるやつが出てくるんで、それをねちょっと大げさにねグニャグニャしてますよって感じでね、描いといてあげるといいです。うん、でこうなんか縞模様みたいなのがねこう入ってきて、出てきますよね。まあ後でねまた調節してきますけど、ここら辺にこう縞模様みたいなやつがこうストライプみたいなやつが何回もこうやってね出てくる。ですね、ここら辺にこんな感じの映ってるやつがこう出てきて、こう入ってきて、まあこうなってきて、ここに2列、暗い形が入ってきてですよね。うん、まあこれをねどんどん取っていく感じです。でガラスのコップって、これどうやってやんのみたいなね、透明じゃんみたいな感じでね、難しい印象があると思うんですけど、全然難しくないんですよ、ガラスってね。難しいのはね、この、あれね、気化形態の左右対称を取るのがよっぽど難しいんで、左右対称を頑張ってください。うん、あと、この上縁の厚みが難しいですよね。で、この中の虚像はね、これ虚像っていうんですけど、映ってるやつね、もうぐにゃぐにゃになってこう曲がって映ってる、反射してるのが透けて見えて、しかも歪んガラスなんでね、歪んでこう、ガラス越しでこう歪んで見えますよね、湾曲してるしね。うん、このね虚像を描きですよね、うん、これをね片っ端からやっちゃえばいいんでね。でこれは全然難しくないです、うん、これをもうとにかく映しちゃえばいいんでね。うん、でね、映して良くなるやつなんて本当に簡単なんでね、もうこんな映しちまえばいいやっていう感じでね考えてうん、でね、ただね、一番端っこに形が出てくるんですよ、こういう風にね。リンゴの時もやりましたよね。こうね、端っこに出てくる形をすごく大事にしてください。端っこにね、すごいちっちゃい形が出てくるんで、端っこに出てくるちっちゃい形ですね。この底の方もそうです。この底の方に、ここからここまでの4ミリぐらいの間に7、7、8本形が入ってくるんで、この形をね、これギリギリのところにもう一個あって、ここにまたこういうのがあってってもね、再現なく割っていけるんでね、うん、こんな感じで割っていく感じですね、うん、あと上縁の形もそうですよね、うん、ここにさっき取りましたけど、ここに列ができて、ここにいくつも形が発生してきます、うん、ちっちゃいやつで、うん、これもあここにこう斜めにこう流れる形があるぞとかね、うん、ここに、白い形がこう二重線になって白い形が出てくるぞとかね、うん、にこう丸い形がこう出てくるとね、こんな感じの丸い形が出てきますよね、うん、ここにもこう丸い形が、これ机の線ですよね、机の線がテーブルの線が映ってるんですけど、これもね出してあげて、うん、ちょっとね、まあどのレベルでね精密に仕上げるかっていうのもありますけどね、これよく見るとね、要するにここにねこの線がこういう風にずれて入ってくるんです。わかるかな、ちょっとね細かいんでね、こうずれてんのね、うん、よく見ると見えますから、あここでずれて、これがこういう虚像がこうずれて入ってくるなって、うん、さっき説明したやつね、うん、でここに二重線のみたいな感じね、うん、何本も入ってくるんでね、うん、こっち側もそうですよね、二重線になって、ここにまた白い形を作って、細い白い形を作って、ここに暗いのがあって、こう暗いのがあって、ちょっとこうまだらにね、うん、時々ピカッと光りながら、来る感じですね。うん、はい、うん、で、まあこうやって少しね、形を割っていく感じですね。うん、割っていって、描いてあげると。うん、
年齢きてきたら少し濃いやつですよね。はっきりしてるやつね。まあ、鼻の時にもやりましたけど、はっきりしてる濃いやつね。これなんかいいですよね。しかもね、前にあるんで、この辺ちょっとこう前にある濃いやつは少し強くしてきたの。これとかこれとかね。うん、いいですかね。大体いい感じだったでしょ。うん、これ中心線このまま取っといていいですからね。うん、とね、まあ、近くで見るとなんてことない、こんな感じのニョ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 って感じなんですけど、まあ、離れて見ちゃえばちょっとこうね、なんていうの、ガラスっぽい感じが少しね、透明感みたいなのが出てきますよね。うん、これ片っ端から描いちゃえばいいだけなんでね、何難しくないです。うん、でここまでできたらもうだいぶねいいなってなったら、着地をね決めていきます。もう一回ね、楕円のね感じとか確かめていってくださいね。今割と僕スイスイっとやってますけど、皆さんが言ったら相当時間がかかると思うんで、ね、楕円が合うまでね。うん、で、ね、楕円が合っちゃえばこれは時間かかんないでね。これは割とグイグイやっちゃっていいですから、楕円だけねゆっくりやってください。自分でこういいなと思うまでね。そうね、でこれ回して構わないんで、これを着地をね締めていきましょうね。いつも通りね、野菜の時と同じ感じです。今日はこれ割とベタッとついたコップなんで、結構ベタッとねしっかり全部バチッとね決めちゃっていいですよね。いいですね。うん、ここに、決めてこんな感じです。ここから影が入ってくればいいですね、後でね。はいはい、うん、こんな感じでいいですかね。うん、これちょっと分厚いですね。うん、これは中にしまわないとダメだな。うん、これぐらいですかね。こんな感じで。ね、はい、うん、ただできましたよね。そしたらね、ここまでいったら中心線は外しちゃっていいです。うん、中心線はね、うん、ちょっと残っててもいいですよ。うん、ただ外に出てるね、これね、ここの外に出っ張らしてるやつは、これはね綺麗に、これは本当に綺麗に消しておいてください。で中心線なんかね取ってませんよみたいな感じでね、なんていうかな、消し去っておいてね。うん、中心線を取って作ったっていう痕跡を見せないとすぐコップになるわけね。とあたかもこうビシャッとしてるんで、なんかコップが立ってるみたいな感じですよね。うん、ちょっと今まっすぐ、ちょっと画面をカメラに出してまっすぐ見せますけど、これぐらいです。はい、ちょっとまたね長い動画延長の説明してると長くなっちゃいますけどね。これで前第一段階の輪郭線が終了ですよね。うん、まあこんな感じ。この中の鋸図はね全部追わなくていいですからね。まあちょっと一回練習するぐらいの感じで、全部やらなくていいんで、この程度でいいです。うん、この程度ね。まあ上縁がちょっと一番難しいんでね、上縁のところをねこんな感じでこうちょっと取っといてください。うん、こんな感じですね。ちょっとねここの難しいかもしれないけど、ここの交差するやつですね、こっち行ってこの線が中にこうクロスしてくる感じね。うん、これをね取ってあげると、楕円が寝てきますんで。うん、あとね後ろの方がちっちゃくならないといけないんで、この厚みよりこっちの厚みの方が若干太くしておいてください。これよりこっちが太いとおかしくなっちゃうんで、さっき僕間違えてましたけど、ここで、ね、なんでこっちの厚みよりこっちの方が前なんで、前の厚みの方がまあ同じくらいでいいんですけど、前の厚みの方が 0.1 ミリぐらいね、ちょっと太い感じで、ね、後ろの方がちょっとでも太くなると嘘がバレるんで、後ろの方が太くなっちゃわないようにっていうのも気をつけてあげてです。はい、はい、じゃあ長々とね第一段階すごい長くなっちゃいますけど、これで、第1段階で終了です。はい。じゃあね、大変だと思うんですけど、まあ、一休みして、まあ、コップはね、全然ほら、花と違って動かないですから、まあ、明日でもいいですよね。今日はこれまでって感じでね、ゆっくりやって、一回ね、休みを入れて、一回違うのをね、見てね、お茶でもして続きをやってみてください。それでは、ありがとうございました。